この色すごくない。これ何？うなぎとアボカドですからね。大丈夫かな。ここ6年ぐらいで一番悲しいわ。どうもこんにちは、ケビンです。トモカケです。ヤマです。アメリカの寿司はうまいのか、実際に食べに来た。以前アメリカの巻き寿司を実際作って食べる企画っていうのをやったと思うんですけれども、はい、今回我々ニューヨークに来ておりますので、やった、はい、実際に本当にアメリカのお店で出ている寿司を食べようじゃないかと。本場のね。そうです。本場のなアメリカ寿司というか。本場だから。復習しておくと、うん、アメリカには独自の進化を告げた、うん、その寿司があると、はい、要は例えばカリフォルニアロールとか聞きますね。聞きますね。それは巻き寿司なんだけど、はい、外側にご飯があると、はいはいはい、内側に海苔があって、なんでそれが起こったかというと、見た目が黒いのが外側だと怖いからということで、もっと可愛くするためにご飯を外にしよう。はい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 、そういったロールがね、いろいろありまして、はいはい、それを現地で買えるということ、ね、そうですね。ニューヨークではたくさん寿司屋がありますから、はいはい、今回はそういったそのアメリカの平均的なお寿司屋さんももちろんありますし、うん、あとは結構そのいいお寿司屋さんというか、うん、本気のお寿司みたいなものも手に入れましたので、まあ、平均的なところからこうちょっと変わり種からかなり再現度が高いんじゃないかというお寿司まで今日は食べていきましょう。はい、はい、1個目こちら、はい、イールアボカドロール、フィラデルフィアロール、スパイシーツナロール。これがアメリカの平均というか、うん、そうだね、基本これを寿司とみんな呼んでいるという感じですよね。結構何店舗も寿司屋がある中で、うん、平均的な見た目はこんな感じかなっていうふうに思うよね。うん、やっぱり今回改めて思ったけど、握り寿司っていうのは本当に少ない、うん、あるんだけど、どっちかっていうとやっぱロールがメインなんだなっていう感じだったね。そうだよね。あとちなみに味噌スープも一緒についてきてるんですよね。嬉しいじゃないですか。こちらでございます。この色ヤバくない？ちょっと怖いって。何この色？何これ、ヤバくない？これすごい。これどういうこと？なんかね、沈殿してんだよね、下に。めちゃめちゃ味噌が沈んでるね。え、これさ、味噌なのか本当に下に沈んでんのはっていう、うん、でもさ、この透明な状態で俺たちって見たことないじゃん、味噌汁。まあそうだよね、うん、ちゃんとしたお椀に入ってたら、うん、もうそれっぽい、ちょっと白味噌の味噌汁みたいな感じなのかもしれないし、うんうんうん、違うかもしれない。そうだね。これもちょっと後で飲んでいきます。そうだね、はい、いやちょっとここ最近ずっとアメリカンばっかり食べてたから。そうだね、ハードルが下がっちゃってる気がするんだよね。その確かに日本食への日本食力が下がってきてるからね。そう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 。だからちょっともう美味しそうって思っちゃってる今私。俺も結構正直すごいワクワクしちゃってる。早く食べたいね。いや多分ね、日本にいる俺らだったらね、もうちょっとディスってたよ。確かにボロカス言ってたわ。なんだこれみたいな。まず形がボロボロ、ぐっしゃぐしゃな円になってるじゃん、うん、均一じゃないよね、うん、そうだね。厚さがご飯のこのタレがかかってるやつがイールアボカドロールだよね。そうだね、イールアボカドっていうのはうなぎですね。そうですね、うなぎとアボカド、うん、ですからね。大丈夫かなっていう、ちょっと心配ですね。心配ですね。こっちがフィラデルフィアロールなので、クリーンチーズが入ってるね、とサーモンとアボカドね。これがスパイシーツナロールだね。ちょっとピリ辛というか、はいはい、のテイストなはず。結構一番意味わかんなくない？そうだよね。どういう状態？マグロのはずだよね。うん、これはあまり見たことないね。わさびとガリ、うん、これはちゃんと入ってるんだね。入ってるね、うん、これもちゃんとなんか確かに使うんだね。確かに確かに。食べてみますか。はい、醤油はこのお店についてきたのはこのキッコーマンの醤油でね。Less sodium。 アメリカで買ってもさ、ちゃんとお箸がついてくるんだね、やっぱり。そうだね、ね、みんな結構お箸で食べようとするよね。するよね、現地の人たちね、うん、やっぱそれがマナーみたいな思いが強そうだよね。そうだよね、うん、まずはフィラデルフィアロール。そうかな、うん、食べたことあるしね、一応。そうだね、まあ、正面こんな感じだったけど裏こんな感じね。ここもね、閉じきれてないね。かなり適当な感じはするね。そうだね、この黒いの見えてるしね、このほら隠したはずのね。そう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 、いただきます。いただきます。個人的には全然求めてたものではない、うん、そうだね、うん、やっぱ俺寿司食いたかったの今。ね、もう寿司の口になっちゃってるからね。そう、クリームチーズの強さがもう重い。俺らがさ作った時よりさ、明らかにクリームチーズの配分が多い。あんま魚感じられなかったな。そうだね、うん、どうよ山ちゃん的には。
違う、ね、違う結構俺この見た目にさテンション上がってたんだけど、うん、久しぶりのなんかこういう寿司だと思う和食みたいなね、いろいろ裏切られたよね。確かに我々が作った寿司、うん、アメリカの、うん、ちょっと美味しくなっちゃってたかもしれない、うん、俺ら寿司作るのうまかったかもしれない、ね、そうだね、うん、そうかもしれない、うん、普通に一品として美味しくないわ、うん、あんまり言いたくないけど美味しくないよ俺らは一回アメリカの寿司を受け入れてるからそこは一回認めた上で、うん、これはそんな美味しくないと思っちゃう。 そうそうそう、それならそれでいいんだけどね、うん、いやでも分かんないからまだね、じゃあまだ2種類あるから、まだ2種類あるから食べてみましょう。はい、イールの方はどうでしょうか。イールアボカド、いきましょう、うん、これはもうソースかかってるからあるのかな。そうだろうね、醤油はいらないっていうことだね、まあでもそんな分かんねえだろうなアメリカの人は確かにね絶対分かんないよね。確かに確かに、いろいろ調べた結果さ、イールもめっちゃ多いよね。イール多いね、多いよね。なんでなんでだろうね、人気なのかな、やっぱ珍しいからなのかな。そういうことか。イールアボカドロール、いただきます。俺的には、うん、さっきのよりは美味しかった、うんうん、だけどそのイールパワーかな、これ美味しかったって思ったの。そうだね、タレだな、タレ、うんうん、お米があんま美味しくなくない。そうだね、そうだね、美味しくないね、なんかぐちゃぐちゃなんだよね、うん、分かる分かる。なんか酢飯かなこれ、なんかそれもさ怪しいぐらいさ、ね、少ないしさ量が、うんうん、ご飯ダメだね、ね、うんうん、やっぱさ日本で作るとさ日本の米を使うことになるしさ、いやそうね、酢飯の配分とかもやっぱり知ってるからさ、いろいろ正しくなっちゃうもんね、うん、アボカドがやっぱさ こんなにアボカド入れるんだってぐらい入ってるよねもうちょっとアボカド少なかったらもうちょっと美味しいと思うんだよな。そうね、はい、うなぎだけだったらよかったかもね。そうだねそうだね、うわーマジか、なんかショックでかいわ、うん、別に評価悪くないよねこのお店ね。いや全然高いよむしろね、え、うん、人気店だった。これが寿司って思われてんのかよなんか俺今日あの日の自分たちで巻いた時と同じぐらいのものを食えるつもりでいたわ。全然きついな、至らないねそこには、至らないね、うん、でもよこの最後のが一番人気そうだったのよ。スパイシーね、スパイシー、うん、よしこれだけはもしかしたら、うん、頼む。でも要はネギトロ的なことでしょ、ね、まあそういうことなんかな。本当にマグロなのかなこれ。いやマジでこの色はね、ね、合成マグロみたいなそういうね可能性あるよ。いただきます。いただきます。何これ、何これ、え、なんかカニ感じるんだけど、うん、ちょっと分かるかも。天かすだな、天かすが入ってるね、うん、え、マグロこれ。いやマグロじゃなくない、マグロじゃない気がする、ね、臭いとかでもないんだよな、逆に。なんだか分かんない、全然満たされないわ。ドロドロの天かす食ってるみたいな味だよね、うん、で、これって辛い、ちょっと辛い、ちょっと辛 い、スパイシー要素は一応あると。うん、これうわー悲しい、なんかなんだこれ。他の2つはまだちょっと魚の味したのよ、うん、これしなすぎじゃない。うん、うん、結構人気だったんだけどな、ここ俺ここ6年ぐらいで一番悲しいわ今ショックがでかい、うん、空っぽだな俺今なんか心にはないぽっかり空っぽ今味噌汁があるよもう期待できない俺たちにはその穴を埋めてくれるかもしれない、うん、じゃあ飲んでみようよこれ、うん、じゃあ味噌汁いきますか。はい、明後日もこんな色だっけ味噌汁って、ちょっと分かんないんだけど俺。この豆腐の形があれだ、インスタント豆腐のなんか、ああちっちゃいやつ、ね、なんかあれと似てる気がすんな。インスタントならまだいいんだよな正直まあそうだねそこまで悪くなかったもんね。悪くなかった、悪くなかった、うん、いただきます。いただきます。足りないな、こういうやつね。お味噌汁の企画でもなんかこんなんあったような気がするな。あったかも。出汁が足りてないというか、うん、肝心の何かが足りてないんだよ。まさにそうだね。これもぽっかりとなんか開いた味がする。ちょうどその穴を通り抜けた。そうなんだ。何にも埋めてくれなかった。魂がない感じがするような。うん、魂。この味噌汁。抜け殻感がすごい。大まかな味はね、合ってるというか。これはお味噌汁ではあるね。そうだね。薄くて出汁がない味噌汁みたいな感じかな。あー、いやー。1店舗目はもう完全に残念でしたね。残念でしたね。これはちょっと申し訳ないけどきついわ。これはこれダメだね。これは厳しい、うん、アメリカのこの平均的なロールこれかなでございました、はい、続きまして、はいはい、ゴールドマンサックスロールなんだよそれは名前が面白いね、これね。面白いね、超有名な理由、ね、
会社のあのゴールドマンサックスですか、うん、ということだよね。届いた見た目はこんな感じなんだけどさ、ウーバーイーツの写真はもうちょっと違う感じだったのかな。もっと上にこう持ってる感じだったけど、宅配するのはこういう感じなのかな。これをさ縦盛りにした、こういう縦盛りにしたらできるってことだ。そういうことなのかもしれないね。縦に重ねてんのか、これロールを。そうそうそう、ね、でこれ上に乗っけてるのか、このエビの部分を。そういうことか。それでゴールドマンサックスのビルみたいな。そういう感じなのか。ゴールドマンサックスのビルこんな感じか分からないけど、本当アメリカンなことするよな。すごいよな。まずエビ、エビ天かな、なんか衣みたいな、ね、確かに衣みたいな周りにあんね。とこれはキュウリか。で上になんかね、マグロ、さっきのさスパイシースパイシーツナロールのあれと似てるね、かなり。しかも上にいろいろ乗っかってんのよ。天かす、スパイシーマヨみたいなやつね。そうそう、それとあとネギ、赤いプチプチ。これ一応なんかキャビアって書いてあるんだけどさ、キャビア、赤いプチプチをキャビアということにしている。え、これトリコでしょ。なるほど。あとあのソースみたいな、ブラウンソースみたいなやつだね。まあアメリカにはこういうの結構多いんだよね、やっぱこの意味わかんないロール系、うんうん、というののサンプルとして今回選ばせていただいたんですけど、決してこのズバ抜けて意味がわかんないわけではないというか、アメリカの選択肢の中では普通。そう、それが異次元だけどね。でもさっきの感覚で言うと、こんくらいまで行っちゃった方がまだいいかもとも思わない。いや正直ね、味だけで言ったら、うん、これ結構うまそうじゃない。ちょっと期待できるよね、うん、確かにね。食べてみるか、食べてみましょうか。いや見てください、このこうなってんだね。こうなってんだね。これが2個入って、はい、これがじゃあ上に乗るんだね、はいはい、本来こうなってこうやってやるっていうことだね。こう、うん、そうだね、これでゴールドマンサックスビルができる。こうしなさいっていうことですね。そうそうそう。いやちょっと待って、エビちっちゃ。まあ確かに遅いね。で裏っ側見るとこれ何も入ってない。ほら、ほらすっかすかるんだけど。ゴールドマンサックスどうした。頼むよ。いただきます。いただきます。はいはいはい。さっきのよりは俺は全然いいかな。さっきより満たされる感はまだ増す、うん、増すね、うんうん、でもなんかさ、この見た目の割に弱くない。ちょっとそうだね、もっとバーンっていってよくない、うん、俺らで作った時にさ、うん、いろんなのが混ざってよくわからないけど、まあ、うん、コンビネーションの感じだったじゃん、うんうん、なんか俺それがこれでも起こってる感じがする、ね、そうだね、そうだね。もういろんなのが混ざりすぎて、うん、ああまあこういうなんかぼんやりとした味になったんだ、うん、そのそれがあったの。そう、まあうまいけどよくわからないみたいなね、うん、何を食ってんだろうみたいな。だもっとなんかさ、スパイシーマヨ味が強いとかの方がさ、うん、まだ意味わかるよね、なんか、うん、ソース足りてない感じあるね。あるある。まあでもだいぶさっきよりはだいぶまだわかるから。さっきよりはいいね。ただでも俺寿司欲はまだ全然満たせてないわ。そうだね、寿司ではないな。そうね、でもアメリカの寿司って感じはする。そうだね、そっちの方が。うん、わ、うん、かるわかる。こんなに。なるほどね。テンション下がると思ってなかった、うん、ハードル低くなってるって話だったのにね。いや本当だよ ねその低いハードルを超えられないとこうなるんだ。マジかよ、嬉しさが残る。嘘だろうってなっちゃう。ゴールドマンサックスロールでございました、はい、ありがとうございました。続きましてこちら、はい、スパイシーマンゴーロール。何それ。この色すごくない。ほらこれ何、やっぱ意味わかんない。だから外が黒いの嫌なんじゃなかった。確かに。わさびのボールがさ、それわさびなの。そう、わさびボールになってんだけど、これ粘土みたいな扱いしてるやん、ね、これ上に乗ってんのがおそらくマンゴーなのかな。そう、マンゴー使ってんだよね。使ってるみたいで、この黒い部分が多分マッシュルームって書いてあったから、しいたけ的なものなのかな。そうなんだ。うわやば。ガチなトーン。これに関してはどの店でもこれがあるかっていうとそうではなさそうだったんだけど、うん、でも少なくとももうこの店ではこれ系のやつが推しで、全部こう黒いロールみたいな感じになっててっていうのも普通にあるっていうね。このさ見てよ、これこういう感じでこの状態で届いたのよ、マジで、うん、ソースなんだと思うんだけどさ、それがもう開いてって漏れてたんだよね。破れちゃったのかな。試験管みたいなのに入ってる。いやね、謎だよねこれも ね醤油も一応入ってると、はい、これに関してはもう寿司とかじゃないじゃん。そうだね、うん、俺ら的にはね、うん、だからもう逆にうまいを願うしかないよな、うん、そうだね。アメリカではでもこれあれ寿司屋さんだからね、これこれがね。そう、寿司専門店の、うん、寿司専門店。醤油とこのクリームどっちも、うん、どっちもなのかな、つけるべきなのかな、ダブルなのかな。もう一個の方のソースは何っていうね、オーロラソースみたいなやつなのかな、サウザンソースみたいな。うわもうぐちゃぐちゃになっちゃう。いや全然綺麗に取れない。いただきます。いただきます。そこまで変な味じゃないわ。うん、意外と悪くないかも。
まあ、ソースも美味しかったし。そうだね、うん、スパイシーマヨソースだねこれ多分。そうだね、うん、マンゴーはあんまり分かんないかもね。そうだね、ちょっと酸味を感じるかなぐらいな、うん、あでも意外と悪くないかも。漬物みたいなのをギュッてして食べてるみたいな、うん、上の部分がそんな感じです。ちょっと酸味があってね、うんうん、見た目ほどの意味わからなさではないわ、ね、そうだね味は。まあ寿司ではない寿司っていうフィールドでもう期待してないからね、そうだね、そもそももう、うん、なんか玄米入ってるね。黒いご飯なのか外側、もしかして赤米みたいなやつね。うん、そうかも、うん、キノコと米が混ざってんのかもしかして、うん、ブラックライスとも書いてあったから確かに、うん、そういうことなのかもね、うん、そっかそっか、うん、ブラックライスでも悪くないなこれ、うん、でも寿司とはちょっと俺認められないわ。そうだね、まあ、寿司ではないわな。寿司ではないよこれは。だって海鮮入ってる。いやいや魚要素ほぼないよね、うんうん、そうだね。味はそんなに嫌じゃないですか、ね、はい、はい、スパイシーマングロールでございました。マングロールです。なんでマンゴーロールにしないんだよね。マングロール、ね、マングーロール最後これが頼むよ、もう最も期待してます。今日の中で一番高いし評価も高いお店のものです。はいはい、こちら握り寿司セットー。いや見た目結構素晴らしいよ。期待完璧よ。これ普通に美味しそうだと思うんだよな。美味しそう美味しそう、だいぶねいい線いってると思うよ。美味しそう。このさ巻きもさ、もう日本式じゃない、うん、基本的に。そうだね、ね、いわゆる外に海苔があってね、うん、確かに、うん、細くて、うんうんうん、ただちょっとスパイシーマヨ入ってそうだけど。入ってそうだね、ちょっと入っちゃったそれはね、まあアメリカだから入り込んじゃった。アレンジしてるから。でも上のさ、うん、握り寿司も悪くないよね。全然ね、良さそうだね、うん、握り寿司自体があるお店は一応結構あるんだけど、うん、やっぱこのね、細巻きと握り寿司っていう組み合わせのとこは全然ないんだよね。巻物の方はやっぱりあのカリフォルニアロールみたいな感じになってるっていうところが多い中、うん、より日本寄りな感じがしてね、期待大ですね、はい、ここは一応なんかこのこれがついてたのかな。そう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 、こんな感じで醤油が届いたんだけどさ、うん、これがさ絶対なんかの蓋なんだよね。なんかアイスの蓋みたいな感じのあのプリングルスの蓋みたいな。そうそうそうこれを醤油差しとして使えたことなの。そういうこと。まあそういうことだよね、これってね。さすがにそうだよね。すごいなこれ。なんなんこれ、漏れてないよね下にね。漏れてないね、こんな感じ、うん、ちょっとなんか細長いかなっていう気はする。そうだね、うん、分厚さも結構ある気がするこれは。確かに確かに、うん、ネタのね、うん、綺麗だよね結構。そうだね、ネタも、うん、そうだね。ご飯が少ないよね結構ね。そうね、うん、確かに巻いてるね。そう、巻いてる感がすごいわ、うん、確かに確かに、うん、これ何ですかね。これはハマチとかブリとかそういうやつ、うん、それはバランスはあんまり変じゃない。悪くない。まあまあ悪くないんじゃないかな、うん、縦長だよね。そうだね、なんか こうね、うん、これわさびもありますからね。そうだね、あ、もともとね入ってるね、わさび。ちょ、追いわさびがあるんだから、うん、いただきます。いただきます。いただきます。うん、うまい。おいしい。微妙さも微妙かな。マジか。スーパーの、うん、なんかマイバスの寿司よりも、うん、もうちょっと美味しくないみたいな感じかな。それはそうかも、うん、スーパーのパックのお寿司よりは美味しくないかも、うん、そうね。ご飯もなんか違うんだよな。酢飯の酢弱くない。確かに、うん、そうそうそう、もうちょっと酸っぱくてもいいよな。そうだね、そう、それは思うな、うん、ちょっとパンチ足りない感じするよね、うんうん、酢が足りないのかもな、うん、ご飯に関しては。ちょっとこれ巻き寿司っていう、うんうん、細巻き。でもね、あのね、マグロね、美味しかったよ。美味しかった。 ネタ自体はこれさ、マグロでしょ。そうだね、美味しいかも、美味しいかもしれない。あります。あ、ほんとだ、うん、美味しい、美味しい、うん、うん、マグロ美味しい、うん、ちょっと臭みあるけど。そうだね、なんていうか、うん、ソースがスパイシーマヨはいらないんじゃないかっていう気がするけどね。これは寿司だ、うん、そうだね、うん、これは寿司ですね、うん、確実に。これはちょっと満たしてくれた、うん、そうだね、うん、心の穴を埋めてくれる。そう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 ちょっと別のやつも言っていいよ、うん、この炙ったやつ、それなんだろうね、うん、いただきます。タイかな。タイっぽいんだけど、うん、すごい味が薄くて、うん、炙った時の焦げの味が強くて、うん、焦げを食べてる感じがしたな。まあでも寿司か寿司じゃないかって言ったら寿司に入る。さすがに、うん、他のとは違う、うんうんうん、サーモン、はい、微妙だったという、うん、いただきます。薄くない？うん、味が薄い。魚の味が、魚の味が、薄い、淡白だよね。ね、独特のさ
味あるじゃない、あれが全然ない。本当にもう味してないぐらいのレベル。なんか日本ではさ、すっごい安いサーモンとかもこんな感じじゃない気がするんだよな。どこで買ったらこういうサーモンになるんだろう。魚が違うんだね、なんかね、種類が違うのかな、もはや。あ、味が違いすぎる。へー、まあ、それか鮮度とかの問題、うん、でもこれだってニューヨークのもう数ある中から選ばれてる超人気店よ、これは、うん、で、これだからね。そうだね、今4つの中ではいい方だけど、もちろん、ね、でもやっぱりさすがに日本人的にはね、うん、ダメだよ。そうだね、これが人気店って言われちゃう。そうだね、残念ですね、これはな。いや、こんなんそれこそ本当回転寿司に日本で行ったらもうびっくりするぐらいうまいぞっていうマジで。そうだ、本当にそう。ということで、握り寿司でございました。はい、そうですか。はい、ということで、はい、全4店舗の分の ね、 4店舗のね、お寿司を食べましたが、はい、どうですか。いや、がっかりですよいや、アメリカナイズされた寿司は美味しくあれって思ったわ。いや、そうだね、逆にね、お前らが美味しいように作ったんだろう。いや、アメリカン料理大好きだからさ。そうだ、そうだね、でその感覚を入れろよなって思ったな。ほんとほんと、なんかもっとマヨネーズ足すとかね。そうだね、なんかハラペニョ入れるとかね、いろいろやってほしかったね、むしろな。ジャンキーならもっとジャンキーになればいい。そうそうそう、なんか変に上品になろうとしてるってさ、うん、味しない感じするよね。そうだね。あとやっぱさ、日本でこれを再現しようとしても、もうスーパーに売ってるお米とかスーパーに売ってるネタとかの時点でもううますぎて、いや、そうだと思う、こうならないんだなって思った、うん、そうだね、やっぱこれ再現不可能だな、多分、うんうん、そういう意味では現地で食べた甲斐があったなとは思ったね、うん、そうね、うん、リアルを知れました ね、 こんな感じなんだっていうの。あんまりこういう魚食えないもんね。食えない、うん、びっくりした本当に一応さ、うん、今日の中でどれが一番良かったかっていうのをやっとく。一番良かったか、うん、1個目に食べた王道のロール、ゴールドマンサックス、はい、マンゴロール、うん、で、まあ、握り寿司セット、はい、せーの、おお、3人1でゴールドマンサックス。まさかの、うん、いや、だよね。そうだね、やっぱそうだよね。いや、わかるわ、うん、どれが一番寿司かって言われたら多分これなのよ、間違いなく、うん、で、なんかさ、寿司っぽさすぎて逆にやっぱなんかこれじゃないんだよなって思っちゃうよね。わ、うん、かる、期待値ができちゃう。そうだよね、食べる時にどうしてもね、そのギャップをどうしても感じちゃう、ね、比べちゃうもんね、うん、そういう意味で有利だよね。そうそうそう、うん、そういうことですよね。じゃあアメリカ独自の感じもちょっとあるし。そうだね、うん、マヨとかね、うん、そうだね、フライになってるとかね。そうだね、うんうん、アメリカンスタイルはさ、嫌いなわけじゃないんだよね、だから、まあ、我々的には、ね、うん、いや、そうだと思う、うん、そうだね、そうなんだよ、うん、悲しくなっちゃったね、うん俺これ届いた時、あ、美味しそうって思ってたんだけど。いや、そうだね、美味しそうに見えたよね。アメリカで寿司が好きな方はぜひ日本に来てほしいです。びっくりするから。びっくりするぞびっくりするの、本当に。逆にやっぱね、うん、これを体験できるのはアメリカならではという。そうだね、はい、そうですよ。ぜひ興味がある方は、うん、アメリカに行った際は逆にアメリカでしか食えないんで食べてみるという体験としてはいいんじゃないかと思います。ということで、この動画を見てアメリカの寿司ヤバそうだなと思った方、ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。握りが少ないのってさ、アメリカで手に入る魚が薄いのしかないから、マヨネーズとかさ、スパイシーさとかを足して補ってるっていうことなのかな。確かにネタだけで勝負できないんだね。やっぱ揚げてスパイシーマヨぶっかければごまかせるっていう、うん、でも美味しいんだけどね、それはそれで。そうね、うん。